皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今回は中京記念の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は5歳馬が4勝して2着5回、6歳馬が3勝して2着が1回と5歳6歳に連帯が集中しており、4歳や7歳以上の馬はなかなか連帯できないことが多いです。今年は有力視されている馬を含めて3歳勢が3頭参戦してきていますが、これまではそこまで3歳馬の参戦というものがありませんでしたので参考にはならないですけれども、NHK マイルカップ上位の馬が参戦してくるのは夏開催になってからは初めてですので、これまでとは違う期待ができると思われます。また斤量別では57キロが4勝しており、56キロも2着が4回あるなど、斤量が重たい馬の方が比較的馬券に絡んでおり、軽量でハンデに恵まれた馬は人気薄ということもあってか結果が出せていません。フラグラッハやウィンガニオンなど人気薄でも斤量を背負った馬の方が結果を出せているというデータが目立っています。そしてこのレースは牝馬がそこまで結果を出しているというわけでもなく、馬場回収後は2着2回のみという結果です。これは開催最終週の影響もありますけれども、力のいる馬場状態が続いていることも影響しているようです。金曜夜の時点では芝は小雨の不良馬場、土曜まで雨が残るようですから時計がそこまで出ないということで、切れ味よりも持続力勝負になりそうな予感がしています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。一番人気は1勝して3着1回、3月に開催していた頃も一番人気は勝てておらず、昨年の勝利がなんと21世紀に入って初めての勝利となっています。そして2番人気から4番人気も勝ち星がなく、馬場回収後は5番人気から7番人気に勝ち馬が集中するという荒れ模様の結果となっています。ということで7年間の最低配当なんですが、単勝がまさかの5倍、馬連3連複の10倍割れはなし。特に3連複は5年連続を含めての7年中5年で万馬券が出ていたり、3連単は4年連続で10万馬券オーバーということで荒れに荒れていたレースですが、昨年ようやく一番人気のグレーターロンドンが勝ったことで落ち着きが見え始めてきました。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はプリモシーンです。左回りのマイル戦は G1 であろうと何であろうと必ず掲示板を確保し続けており、実績は断然のものを持っています。鞍上もローゼンクリーガーですとかミスターメロディー、レッドアンシェルと今年の中京では乗りに乗れている福永騎手ということで断然人気を頷ける状況です。ですが今回は斤量も背負わされましたし、直前の調整が美穂ではなく立冬ということでいつもとは違う臨戦過程ということになります。何より気になるのが例年になく前が残ってしまう馬場状態だけに、今一つ切れない場合は差し届かずという場合もありますので、本命ですけれども完全には押し切れないところです。対抗は穴からコスモユーナーズ、重賞どころかリステッド競争でも結果が出てないじゃないかと怒られそうですけれども、前走は最後に差し返すなど見せ場も作ってくれましたし、何より今週のお天気を含めて前で競馬する馬の優位性を一番発揮してくれそうなことに期待しての大抜擢です。以下グランドモノールも明らかに距離が長い感じもしますが同じ理由で選びましたし、キャンベルジュニアにはなるべく後ろすぎないポジショニングならばまだまだチャンスは大きいところ、カテドラムは展望動画では一番よく思えたんですけれども、今回祭のマイル戦で追い込みが決まったのは有松特別のたった1回しかありませんので、ちょっと積極的に押せない部分も出てきました。もちろん馬券的には抑えますけれども、あくまで相手の一頭という判断軸で買いたいと思います。それでは買い目です。今回重要視したのは展望動画でもお伝えした馬体重の面での裏付け、そして例年とは違う特殊な馬場状態という点を重視することにしました。
グランドボヌール、コスモイグナーツからのワイドの流し、そして抑えでプリモシンから焦点数の生まれを買うこととしました。カテドラルの池添学部長教師も、内側の状態がまだいいので、前が止まらないということを懸念材料とされていましたし、その状況で一昨年はウィンガニオンが優勝しました。ちょっと勇気のいる買い目ですけれども、そもそもが順当にはいかないレースですので、波乱の目を期待したいと思います。さて続いては函館2歳ステークスの予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょう。勝ち馬はボバが5勝して、牝馬も5勝しており、全く五分といった状況です。最近5年中4年でボバが勝ってはいるものの、強いて言うと牝馬の方が副勝率が高いです。また、関西馬が9勝して2着4回と、関西馬の成績が抜きに出ています。地方馬というと、2007年にハート・オブ・クイーンが優勝して以降、馬券圏内すらありません。牝馬で地方競馬を代表する存在に成長したクラーベセクレタですとか、日本で一番早く行われる2歳重賞、栄冠賞を勝ったバンド・オン・ザ・ランですら馬券に絡めておらず、2歳戦のレベルが高いとされる北海道勢なんですが、芝のこのレースに限っては JR8 との壁を感じうる状況が続いています。そして前走ダート戦からここで馬券に絡んだ馬は、2002年の東方アスカ以降15年にわたって3着以内にも入れていません。これはもう馬場がよかろうが渋ろうが点のスピードもしくは姉妹の切れ味がないと上位への進出は難しそうですので、スピードを重視したくなるのですが、ちょっと意外なのが前走 1000m 戦を勝ち上がってきた馬の副勝率が低いことは気をつけた方がいいのかもしれません。ついつい点で前に行けるスピードのある馬を選びがちですが、昨年のカシアスのように外差しが決まるというのが厄介なところ、位置取りも取れてなおかつための利く馬も十分狙えることが伺い知れています。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は4勝して2着2回、2番人気が4勝して2着1回と上位2頭の副勝率が抜きに出ています。だからといって穴馬も勝てはしないものの、上位に食い込むチャンスも十分あって、5番人気以内の 1,2,3 は3回しかありませんけれども、全て1番人気が敗れていたり、馬連は10倍割れが3度あるものの3連複の10倍割れはなかったりと、ガチガチの決着という場面はなかなかお目にかかれません。むしろここ4年続けて2桁人気が馬券に絡んでいたり、最近5年中4年で3連複が万馬券を記録するなど、急に荒れそうなレースに変貌しつつあります。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命は大成ビジョンです。大注目だったリアアメリアの新馬戦の次の日、見事に人気に応えて勝利しています。普通ならリアアメリア同様に秋の大きなところに向けてここにはエントリーしてこない馬が多いんですが、よほど賞賛があるのか完成度が高いのか、ここにエントリーをしてきました。何より馬だけでなくてジョッキーが休み明けでリフレッシュして帰ってきましたので、さらに期待値をアップさせたいところです。前走が 1400m 戦というのがデータ上は引っかかってしまいますけれども、差しに構えられる自在性にも期待したいと思います。対抗はレッドベイパー。新馬戦の走破時計も良かったんですけれども、何より2着3着の馬が順当に勝ち上がっているのを見る限りでは、この新馬戦のレベルは低くはなかったということが証明されています。今回枠もいいところを引けましたので、男は黙っていて経済コースと思ったらこの馬は牝馬でしたね。失礼しました。牝馬もデータ上悪くありませんので人気馬ですけれども、期待値は十分走破圏内と言えるかと思います。昨年のケイデンスコール、2歳の秋に無類の強さを見せたジューヌエコールや、3年前このレース2着のモンノキャンドなど、賞賛がない限りは2歳の早い時期に使わない安田厩舎ですから、こちらも押さえておきたいところです。以下スマートカーリーやビアンフェなど比較的新しい種馬のスピードがある馬たちにも注目しています。21世紀に入ってから
勝ち馬は全て異なる種母馬というレースだけに、気になる穴馬は積極的に狙っていきたいところです。それでは開目です。こういうせこい作戦でもいいんですが、それじゃあ後輩との目がありませんので、体制ビジョンからの3連複を流します。抜けが怖いので体制ビジョンの単複も抑えたいと思います。現在の単勝オッズが6倍台前半ですけれども、なんとか6倍台後半になってくれないかなと淡い期待を抱きつつ、日曜を楽しみにしたいと思っています。さて、数日前に競馬界のタブーともいえる重たい話題に触れることになりましたが、当チャンネルはディープインパクトに会いに行ったり、ボートレースもやったりと、何でもありのチャンネルでございます。また8月あたり北海道に行きたいと思いますので、何か撮るものがあれば撮ってこようかなと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。